日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。今日のマセマニュースは高校生向けのマセマの参考書問題集の紹介の後編です。今回最初に紹介させていただくのは、まず授業もテストも分かり平均的な偏差値の方は、参考書に合格数学シリーズ、問題集に合格数学実力アップ問題集シリーズをおすすめいたします。偏差値が50あたりから65とほとんどの大学東京大学等は除くを合格圏に持ち込めることができるぐらいまで偏差値を上げることが可能となります。また合格数学実力アップ問題集を繰り返しといて、京都大学の農学部や国立大学の医学部に合格した例があります。次に偏差値が60の方は、難関大数学理系と難関大数学文系理系をおすすめいたします。これらは偏差値が60から70代にまで上げることができます。偏差値が70代ですと、東京大学、京都大学、東京工業大学に合格することが可能となります。最後に参考書も問題集も繰り返し繰り返し読み、繰り返し繰り返し解くことがとても重要です。最初はなかなか解けない、難しいと思う方もいらっしゃると思います。ですが何度も何度も読むことによって素早く問題を解くことができるようになります。きっと読者の皆さんのお役に立てると思いますので、ぜひご利用してみてください。